いいのに。いや、ちょっとなんか YouTube 全然更新してないからさ、 Vlog みたいなのあげようかな。あ、言ってたね。うん、はい、どうも。今日もう11時半ですけど、なんかもしかしてこれ撮らない、撮っちゃダメなのかな。じゃあこうしとこう。そうね、撮らないと人様の楽屋だ。確かになんかたまにあるよね、楽屋のルール難しい。楽屋のルール難しいやつなんで、うん、あんまりここ撮らないでくださ い、 みたいな。今日は、3ステで間に合うかどうか。白い角度取るの、せっかく喋ってるのに。まだ喋ってる途中でしょうかとか言うのもね、うん、それは新しいアベノマスクですか。黙れ。朝からピリピリしてますね。うん、最初は小粒でピリの回。あ、今日も調子良さそうですね。ですね、はい、ビタミン取ってますから。え、ビタミン取ってますから。あなたもちょっと映ったことします。あ、ちょっと待って、どうやって、まあまあまあ、まあ、よくわかんない。めっちゃ談笑じゃないですか。めっちゃ談笑じゃないですか。どうですか、ね、でもこんなとこで会えるのマジで嬉しいですね。嬉しいですね、うん、で、来月3回も大阪行くんで。あ、めっちゃいいやん、はい、よければね、大阪でもなんかね。あ、そうですね、ご一緒したいですね、うん、いや、どうですか。話すことないんか。もちもち、あ、もちもち帰っておいでよ、仕事に。またいるじゃん。ただってよ、ホームグラウンド。いつやんか。え、ムードさん終わったよね。どっか行ってんじゃん、もう。いつまでいるのよ、本当に。マジ。皆さん終わって、はい、今日含め、4連続だから、4日連続。だから、吉本のネタ触れってことですよね。ネタ触れ。ネタ触れ。いやいやいや、です。セフレみたいに言うな。吉本のセフレみたいに言うな。ネタ貸して帰らず、ネタ貸して帰らず。うん、まあ2、3000円で文句言わないから。上でライブなの？上でライブあったから、ハイレンジだもん、いろって聞いて。ああ。ちょっと嬉しくなって。まあ、大阪仲間だもん、ね。そんな合わないのか、別に。合わない。そうか。はい。だから、結構ちょくちょく来てるよな、ハイレンジ。確かにね。うんうん、あ、ちょっと、うん、本当申し訳ない。俺も聞いて今、うん、何？人生変わりました。全然変わんねえな、人生。やったじゃないのよ。ギャグじゃないから俺の。別に。これ振り手待ち忘れてないの。ハ聞けた。生だろそれ。生で聞けた。行きますか。行きますか。ぼちぼち。じゃあ、平塚。行こう、ね、はい。無限大ホールの出番が終わって、今から平塚です。平塚に移動します。ベッカムヘア。平塚。はい。平塚来客先生。平塚来客先生に会いに行きます。来客先生。来客先生届きます。はい。外国人みたいなことすな。東京。外国人みたいなことすな。イエス。めっちゃばっかりの。三宅くん。三宅くん若い。県三宅。県三宅じゃないんだよ。ベッカン。テンション上がるな。ジャパニーズベッカン。お前も日本人や。東京。あ、恥ずかしい。どうしたんすか。ボタンが取れた。衣装の。なんでや。最悪や。ボタンついてたん。本日も JR ボタン取っちゃえば。ご利用いただきまして。いらないです。ありがとうございます。今度の3番線の列車は14時5分発。まあいいんじゃないですか。
この列車は今度梅ヶ丘下北に着くから下北の前に行くわ。神奈川県平塚市に行ってます。天気はあいにくの曇天ですけども、はい、まあ、はい、基本的に毎日曇天みたいなもんですからね、我々の経験なんていうのは。何ですかそれは。あ、見てください、はい、石井ビルです。あら、割とキリギリスですかね。割とキリギリスの石井さんのビルじゃねえよ絶対石井ちゃんですね。やるせなそうじゃないですかね。あの、我々早歩きなんですけど、はい、だいぶ早いですね。ちょっと遅れております。はい、ハンター試験の佐藤さんぐらい早いですね。あ、本当ですか。早いです。あ、早い。あ、ごめん、ちょっと動画だった。何なんですか、ここに来て芸歴15年超えた人がやるボケじゃないいい会えたなぁ、チャンプなって初めて。いや、ね、嬉しいなぁ。いや、応援してましたよ、あの、配信だったので。ああ、ありがとう。見てましたよ。すごい祈ってたんですから。本当に、はい、で、あとそのストレッチとかも打たれてとか、あんだけ威張っても全然ない。威張ってはないだろ。いやいや、ストレッチ、所詮そんなもんだっていう。威張ってて。大盛り上がり。でもお前だけだろ、盛り上がった。だろうね。ありがとう。今年できよかったな、漫才のな。そうですね。うん。非常に良かった。一回もできてないですよね。いいじゃん、あそこでできるやつ。久々にでも、こいつら本当に4年ぶりぐらいに会おう。産休だったもんな。あ、まだやってる。しいたけ嫌います。しいたけ嫌います。しいたけまだ食べれない。まだ食べてるしいたけ。まだってもう食べれないですよ。だいたい俺が食べる。それ相方にあげるってすごいですね。食べれない。食べれない。この前も仙台でロケで骨折渡したから。いや、そこっすよ。それ人の出されたものを残すわけいかないですもんね。いや、そうです、うん、俺が先に茶碗蒸しほじくって椎茸入ってたから、うん、あそこ椎茸入ってそう。こっそり。間違えて食うなよ。間違えて食うなよ。銀杏だけ食ってごまかしたらなんか、あの、あれです。何やったで出番が終わりまして、タクシーをね、乗った後どうしても出てきた。何を言ってんの。すごい似てないよ、このペッカプセアの俺。渋谷に向かいます。はい、向かいます。リンゴジュース気になるね。気になる。楽しかった。楽しかったです。楽しかったです。すごい音、すごい音。聞いたことない音。いや、聞いたことはあるけどな。人生で聞かない音。いやいや、聞くけど、ね、あ、楽しかった、ね、楽しかった。あ、生かすね、確かに、ね、かっこいい。なるほどね、よかった。いやいい週末ですね。ありがとう。あのパルコの出番終わりましたけど。終わったね。どうでしたか。会ってもらって、ね、あんま何も覚えてない、ね。今日一日。まだ売れたな、うん、今日一日で。まあこんだけ漫才すれば、300円はもらえますんで。もっともらえるよ。380円な。380円はもらえますんで。頑張りましょう。頑張ろう。うん、全然変わんねえな。増えてる、リンゴジュース。永遠に増える。